サムエルに油を注がれるダビデ。三世紀、ドゥラエウロポースの壁画メシアは、ヘブライ語のマシア派に由来し、塗られたものの意。で、エジプト期には、祭司が、サムエルキシ下には、王が、その就任の際に油を塗られたことが書かれている。後にそれは、理想的な統治をする遺跡者を意味するようになり、さらに神的な救済者を指すようになった。メシアのギリシャ語訳がクリストスで、キリストは、 その日本語的表記である。キリスト教徒は、ナザレのイエスがそのメシアであると考えている。イエスをメシアとして認めた場合の呼称が、イエス・キリストである。イスラム教徒もイエスをメシアと呼ぶが、キリスト教徒は捉え方が異なっている。ヘブライ語マシア派がギリシャ語に入って、メシアスとなった。日本語のメシアは、メシアスに由来する。メサヤは、同じ語に由来する英語。 ヘブライ語におけるマシックという単語は直訳すると油を注がれたという意味を持ち、誰かあるいは何かを声優によって性別することを指す。メシアの語は旧約聖書の至るところで見られ、ユダヤ人の王、ラビ、預言者、祭壇、無発酵パンなどの様々な人物や事物に対して用いられている。対象は、 ユダヤ人やユダヤ人社会に属するものであるとは限らず、イザヤカキでは、異教徒であるアケメネス朝のキロス2世がメシアと呼ばれている。ユダヤ教の終末論においては、メシアの概念は、ダビデの子孫から生まれ、イスラエルを再建して、ダビデの王国を回復し、世界に平和をもたらす存在とされている。メシアの到来を信ずることは、 ユダヤ教の信仰の中で重要な部分をなし、例えばマイモニデスによる13の信仰過剰の中にも含まれている。各時代にメシアを称したものは、当然ユダヤ教内部でも解釈が分かれ、分派を形成した。また、これに賛同したキリスト教とムスリムもいた。また、こちらも当然ながら、ユダヤ教からはイエスは、偽メシアとして見られている。 メシアニックジュダイズムのようにユダヤ教を自称し、ユダヤ教的様式の典礼を実践しつつ、イエスをメシアと認める教派も存在するが、彼ら自身を除いて、主流派ユダヤ教やキリスト教両者側からも、ユダヤ教ではなく、キリスト教の一派と認識されていることの方が多い。イスラームでも、ユダヤ教、キリスト教から、メシアの概念は継承されており、アラビア語で、マスイフと呼ばれ、 イエスのことを指す。イスラームにおいては、イエス自身は、預言者、かつ、預言者ムハンマドに先行する神の使徒、とされており、また神が派遣したメシアであることも認識されている。クルアーンの記述から、マスイーフは、ダビデの子孫から出現するとされ、人々を、苦難から救済し、アラーフの支配を確立する、ものとしている。週末の時に、 神の代理人として出現しにせメシアを討伐すると言い,い、これらもユダヤ教、キリスト教のメシア像から受け継がれている。イスラームにおいて、マスイーフは人類の救世主であるのに対して、彼の前に、人々の前へ現れるものを、マフリーと称する。彼は、イエスとは異なりアブーハニーファーのことを指す。単に、アルマスイーフ、マスイーフラーフと呼ぶ場合、 イエス自身を指す損傷である。イーサーとして彼を意味する最後から二番目のメシアとしてクルアーンはイエスを位置づける。ノア、アブラハム、モーゼ、そしてムハンマドとともにイスラームの伝統ではイエスは最も重要な預言者の一人であるが、キリスト教徒による理解とは異なり、ムスリムは彼を神ではなく一人の預言者としてのみ理解する。 人間的な形での予言はイスラームでは十分であり、キリスト教信仰でのイエスが行うものとしての神の真の力を意味しない。クルアーンはイーサーがマルヤムの息子であり、イスラエルの子孫に送られたメシアそして予言者であることを明記している。イーサーの誕生がクルアーンの19章1から33節に、そしてイーサーがマルヤムの息子として4章171節に、 明治的に記されている。多くのムスリムはイーサーが天国に生きていることとヤウムアルキヤウマの前に間もなく現れるものであり、キリスト教信仰での反キリストと姿が似ている、マシーフッタジャールを撃破するため地上に帰ってくるということを信じる。ダジャールを滅ぼしてからの彼の最後の仕事はムスリムの主導者となることである。支持者たちによる分派と逸脱とが終わることで、 イーサーは純粋なイスラームでの唯一の神の崇拝という共通の目的のもとに運馬を統一するだろう。主流派のムスリムはこの時にイーサーがキリスト教徒とユダヤ教徒の彼についての主張を追い払うであろうことを信じる。ありがとうございます。